つまりお前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。そして俺も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた俺たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか俺にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよっていた。2ヶ月前君と出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぞ。そろそろ出発の時間だ。行こう。
が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし、急ごう。どうだ？この世界の元素を感じたか？どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。うん、だってお前はこの世界の人じゃないからな。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには銀勇士人がたくさんいるから妹さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに応えたいい兆しだとオイラは思うぞ。怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？
関係してるよな。うん、心配してるのはわかるよ。ん？なんだあれ、あの石赤く光ってる？近くで見てみようぜ。気をつけろ、嫌な感じがする。こんな石見たことない。危ないってことだけはわかるな。とりあえず回収しておくか。よし、回収完了。ご加護があらんこと。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それからそのマスコットは何なの？全然違う、マスコットイカじゃないか。とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているのだから、早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え、任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ、その尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？偵察騎士アンバー参上しました。ねえ、得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で妹と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒にその妹を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。おお、そうだ、今受け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ？簡単よ、見ればわかるわ。こんなところにヒルチャールが現れるんだ。
こういう奴らは普通都市から離れたところに巣を作るよな。そうね、本来だったら荒野にいるはずね。でも最近風魔竜が頻繁に出現するようになって、キャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう、でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ私についてきて。偵察騎士、目標発見。何作ろうかしら。ん？君たちも冒険者なの？通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね、いらっしゃい。私はリン、冒険者協会所属、サバイバルのプロよ。腹が減っては冒険ができぬというのがサバイバルの心得の第一項目だからね。ピクニック、オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ？おお、鍋の準備はできてるから腕前を見せて。こうやって切磋琢磨しながらキノコと肉が桶に入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。ではいただきます。ごくり。思ったより美味しい。君やっぱりセンスあるわね。そうだろう。君の腕ならもっと難しい料理に挑戦してみてもいいわよ。私の荷物に生の食材がまだ少しあるから君にあげるわ。いいのか？お前が食べるものなくなっちゃうぞ。大丈夫よ、野外探検で食材はたくさん手に入るから。君たちも周りをよく観察することね。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間がある時に寄ってみるといいわ。情報ありがとう。っておい、オイラにも鶏肉と野生キノコの串焼き残しといてくれよ。紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔竜の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長、ジン。モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら
風魔流レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあんたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをごち…人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。